はい、毎度どうも、ひうちまるでございます。こんにちは。今回はアスバルタガーを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。いや、上にトゲトゲついてね、なんかスプレーでシャーってやった下地にね、もうおもむろになんか筆で落書きがギャーって書いてるようなね、感じのね、どこぞのね、危ない商店街のシャッターみたいになってるけども、カスタムはこちら。命中率、機動性を上げて、操作性を少し下げるっていうようなね、カスタムになっています。まあ、自分的には弾薬のね、大容量拡張マガジン B が入ってるっていうのと、流状グリップテープが入ってるっていうだけでもね、もう十分嬉しいんですけどね。あとはまあストックに OWC のスケルトンストックだし、まあ大丈夫かな。ただレーザーをつけてるのはやっぱりちょっと微妙かな。レーザーあんまり自分つけないんでね、もともとね。まあね、これがね、アスバルのタガーのカスタムなんで、このカスタムで行ってみたいと思います。レッツラゴー。はい、場所はクラッシュ行ってみようぜということでね、みんな展開していきますけども、自分は今回右の方のマンションの下のゴミ箱にまず乗って敵が来てないか確認と。あ、いきなり来てたね。あ、行っちゃったけど味方大丈夫、行ける、よいしょ。あ、外れちゃった。あ、倒してくれた、ありがとう。でもってコシカだったね今ね。スナイパーがまず一人いると。で倒して、で弾もらって、ん RPD、 あ、しまった、スナイパーどっから撃ってるかわかんないが、とりあえずピュッて入ったらそこだった思いっきり上から撃たれちゃったね。まあまあいいや。さあ、もう一度右の方から行ってみようかな。階段を上ってこの上から当てれるかな。こっからちょっと当てにくいか、さすがに。ここからはどう、いける、当てれるかな。いや、一発当たったけどな。あ、違うのを狙ってたら撃たれちゃった。DLQ33 の人に狙われちゃって、やられちゃったね。じゃあ今度は左の方から行ってみようかな。こっちからそのまま行ったらなんかスナイパーがいそうだから、右のここでちょっと撃っていこうかな。と思ったら DLQ そこいるね。今、走っていったね。あ、こっち撃ったかな、今。はい。どうだい、当てれないかい。あ、来てるよ。足元してる。やられちゃったよ、白い人。DLQ がなんか思いっきりこっちに出てきてる。でもって動きながら撃ったら当てれるかい、どうだい。あ、当てれないね、よし、よかった。ほんでもって倒して、そうか、やっぱじっとしてたら撃たれるな。もうちょっと横動きしてれば撃たれないかもしれないな。んでもってラジコンを出して、はい、止めてるところをバババ。あ、なんだと、あ、 ZRG がマンションの2階にいたのか。マンションの方にやっぱ入る人多いのかね、スナイパーはね。ということで、ハンターキラードローン発射。どうだい、これで行かないかい。これで登って、あ、バーンって言ったけど、いないね。飛び降りたか、飛び降りたとして、撃たれてるね。多分飛び降りて撃たれたね。今、弾があったもんね。やられたんだと思う。さあ、ここに侵入していきましょう。あ、いた。はい、倒して、ん倒して、あったあった、もうなんか、横から割って入った人を倒しちゃったけども、赤の生き残ってるでしょ、今の。あ、これでも今、よく見たら、フロントサイド真っ暗なとこで見やすそう。ん？今下にいたね。あ、もう当てれないな、もう、ダメだな。あ、もう。んでもって、こっちに入ってこない？今の。いや、誰か入ってくるでしょ。ん？あ、来た。はい、倒して、んでもって、で、ここから狙いたいんだけど、もうミサイルは関係ないね。はい、オッケー。んでもって、あれ、来ないね。ああ、向こう行っちゃったよ、もう。ん？今、そこを通っていったから、この辺にいるかい？あれ？もう走ってどっか行っちゃう。ああ、いたね。はい、倒して。んでもって、あ、下で DLQ が細いね、入り口に合わせて撃とうとした。ん？今、どうやってトリプルキルになった？なんでなんで？あんな高いところで爆発して？まあいいや。あ、ラジコン。あれ？なんで手前のやつ止めなかった？お、ちょっと待って。冷血かなんかついてんのかな？いや、ついてないぞ、おい。ハゲワシじゃねえか。なんで止めなかった？普通一番前のね、RUS の人止めてね、残りの二人がこう動いてるって状態なはずなのに。まあいいや。セントリーガー置いて、左の方に行って、壁の後ろに隠れておきましょう。上ではバンバンね、DLQ は撃ってるんでね。ほんでもって、ここ出てくるかな？あ、出てきたね。はい、倒して、ああ、セントリーガンが倒してくれた。ありがとう、僕らの守り手、セントリーガン。さあ、ここからまた狙ってればいいんだけど、これ、レーザー出ちゃってるからな。場所わかるんだよな。はい、倒して。
あもう一人の DLQ は倒せなかったな。はい、弾を変えて、はい、グレネード掘って、で持ってこっちに下がる。ん、今足音してたね。あー来た。ん、今のはでも ZRG だから放っとくわけにはいかんな。よし、 OK。 あーやっぱりマンションの方に行こうとしたね。いや階段登ってたら今のはやばかった。で持ってこっちから撃てないかな。どうだ。あ今 DLQ 入れて、あーしまった、構えるの遅かった。あーしまった。まあ構えたとしても多分やられてるな。うん、弾当たらなかったらね。弾当たってたらどうだろうな。上に跳ね上がって助かってたかもしれない。さあ行きましょう。うん、いるね前に。多分 DLQ でしょう。あ終わっちゃった。はい勝利、50対38。 GG MVP いただきました。ありがとうございます。いや今回はみんな結構倒してるんじゃないかな。試合自体結構早く終わってるもんね。うん、みんな10人以上は倒してるんじゃないかな、プレイヤーの人はね。あ、いいね、ありがとうございます。はい、レーティングは77でした。あ、いいねもらったんでね、いいね押しとかないといけないね。はい、どうもありがとうございましたとね。いやー、スバル、しかし派手だな、これ、色。まあまあ、いい感じだけども。これ派手なの好きだからね。はい、戦績の方見ていきましょう。17キル5です、2アシストでした。まあ、2位の人もやっぱ16人とかね、3位の人も13人倒してくれてたんで、うん、もう今回はもうチームで勝てたっていう感じですね。いや、よかった。うん。はい、どうだったでしょうか。アスバルのタガー使ってみましたけども、うーん、やっぱりね、銃持ち慣れてない銃持つとやっぱ厳しいな。うーん、カスタムも自分のカスタムじゃないんでね、やっぱりちょっとやりづらいですよ。うーん、でもまあこのアスバル自体の速さに自分がついていけてないねすごい速いねやっぱりね。うん、だからタイプ25の時もそうだったけど、急に速い銃持つとなんかすごいな、振り回されるばっかりだな。うん、銃を持ってるというよりも銃に振り回されてる感覚が、うん、あるんでね。もうちょっとね、だから自分がこう一個これだっていう銃を持ってね、うん、やれればね、これもまあ違うんだろうけど、さすがに器用にあれ持ってこれ持ってできない人なんでね、もともと。でもまあアスバルは昔は使ってたんでね、うん、あのノーマルでずっと打ってたから、うん、悪い銃ではないと思うし、どっちかって言ったらあまり遠い距離を狙うのはちょっと苦手な銃だと思うから、うん、そういうのを考えずに近距離中距離で狙っていく人が持つと、うん、結構いい銃なのかなって思ったりしますけどね。まあ今回のね、このアスバルのタガーなんですけども、これはバトルパスキングのシャドーリターンズに入ってるんでね、もしよかったら開放してゲットして使ってみてください。それがまあちょっと無理かなっていう人はね、まあいつも言うようにこのタガーのね、カスタムを自分のアスバルに組み込んでもらえれば、まあ性能的には一緒になるんでね、それを使って楽しんでみてください。ではまた次回4まで。